チャオ、あっちゃんです。今日は7月20日、金曜日、あっちゃんの朝ごはんです。はい、パンに、今日もね、オーロラソースみたいにしようか。オーロラソースとか、混ぜへんけどもね、ケチャップを適当に塗って、めっちゃ適当、はい、冷蔵庫入れるとどうしてもね、硬くなって出にくくなるね。はい、よいしょ。マヨ塗って、ベーコン。はい、これに、チーズ。今、進撃の巨人見とったから眠たい。はい。よいしょ。はい、これで、焼きましょう。はい、コーヒーを入れましょう。よいしょ。では、朝ごはん食べましょう。はい、焼けました。食べましょう。なんか左手がね、すごい今日だるい、ここがすごい痛くて張ってて、左の肩からね、すごい肩こ肩こってるというか痛い。なんやろな、からんねんけど。肩こりなのね。ではいただきます。あ、じゃあ終業式でね。明日から夏休み。ある意味大変やけどね。まあ、ある意味、お寝坊さんできてる楽やけど。高校野球応援中に熱中症やって怖いね。今日はね、奈良県大会ないね。奈良県全国もかな。終業式やからね、野球は。ここやけないんだけど。39度超え。暑いよね。ね、昨日もライブで言うとってんけどね、劣悪な環境でも働かないといけない人もいてる、経営者とかね、環境がほんまに劣悪なんかって気づいてへん経営者もいるから、経営者に分かってもらわんとねって言って話しとって、体育館も環境悪いもんね。
だ、去年夏休みにね、高校の説明会、行ったの。子供と一緒に行って、で体育館で親と子供が入って、ね、でもそういうのね、扉とか全部開けっぱなしで扇風機回してて、暑い暑い、もうありえへんぐらい暑かったね。学校の体育館は環境劣悪やもんね。自分が子供の頃はね、体育館は暑いもんやったし、夏は暑いもんやったと思ったけど、なんやろね、やっぱ温度が上がっとんのか、人間の抵抗力が下がっとんのか、分からんけどね。もうやっぱり昔夏暑かったけど、こんなに暑かったような気がせえへんねんね。確かに、人間集まったら熱で風を感じなかったけど、循環せんよね。対面に4つ置いたけど、4つでこう回せんして、風を回さへんかったら循環せん。直接風当てやしてもね、中止できへんだに、外部から講師を呼んでいたって完備された教室で終業式を行うことに決定したと。後付けっぽいけど、うちらの学校、大浦の学校は校舎にも体育館にもどこにもクーラーついてへんけどね。体育館と、教室にはこんないのにどうやる。教室にない学校が多いな気がするけどね。東京全国1位でも 8.4% やって、暑いからね、そのために夏休み作っとんねんから、でも夏休んでも学校にエアコンない家もあるしね、家庭の事情で、うち2年前は2年3年前かエアコンつけやんと過ごしだからね。夏は暑いもんや言うて窓開けて扇風機回して、一昨年はちょっとだけ入れて、今年は去年はなできるだけ入れるようにして、今年はもうね、もうずっと入れっぱなしにしてんね、やっぱりね、経済的にしんどかったらできへんからね、それも、おかげさんで、まあね、電気代高いな言いながらも支払えるようになったからけども、自分、ね、最低でも子供、
学校行ったらもう切ろうとか思っててんけど、最近はね、自分から体調崩したら子供せ、あの世話できへんし、もうエアコン入れようと思って温度高い目で入れとんだけどね、まだあと午前中は27度のまんまやね、夜中も27度やねんけどね。家の中で熱中症の危険はやっぱキッチンやねんて。キッチンで料理中に気分悪くなって倒れるパターンが多いらしい。みんな料理作る気をつけてくださいね。で、長時間のキッチンはやっぱダメなんで、もう夏場はね、もう手抜き、もうほんまに手抜き、結構あっちゃうの、一品しかないとか少ないとか言ったりするけど、まず自分の体をケアしなあかんから、ほんまもう一品でいいねん、そんな。一品でね、手の込んだもんしゃんでええねん、そんな。ほんまにもうね、パックから開けてきて、でそのまま食べられるもんとかレンチンでいけるもんでいいと思うで、うん、無理しゃんでいいと思う、うん、なんか知らんけどね、あの、まあ、自分はできてんのかできてへんか分からんけどギャーギャー言う人おるけど、あっちゃんのコメント欄見てね、あっちゃんは気にしてへんけど他のね、もう真面目な視聴者さんね、あの真似しないようにね、もうそんなんで、あの時間かけてする人はね効率悪いんやと思うね。ていうか夏なんか言ったら悪いけど、夏なんて手抜いたらええねんって、ほんまにもうあの火を使わんで食べられる、ほんまにもううどん茹でんでも熱いから、ほんま流水麺とかでもええと思うね、うん、でもやっぱ美味しいの食べたいからそうやるけど、うん、下手も冷やしうどんやったら冷やしうどんだけで、もう作るのに肉焼くんやったら肉焼くだけ、それでええと思うね。二品も副菜主菜副菜なんやで言うは必要ない、そんなのできる時にしたらええねって、こんな暑い時する必要ないわってもう思った。うん、もう昨日もね、もうフラフラやって作ったとね、まあ子供に美味しいって言ってもらいたいから作りたい、うん、と思うのあんねんけども、それでも一品で十分やわ、ほんまに、うん、もう味噌汁と、昨日もね味噌汁と並行してダブルコンロを使ったらもう熱々ですな、もう味噌汁もやめ、もうあのね、火使わないもうそれでいいわ、うん、思った思った、もう、うん、だからね、子供に足らんとか、足らんでうちの子供ちょうどええねんって、その家族のちょうどええでいいと思うやん、うん、気にする必要ないわ、うん、ね、みんなもそれでいいと思います、うん、だからやっぱりね、メールとかくれんねん、そんなんなん書いとるけどうちそんなんできへんで、できへんじゃねん、それでいいねって、うん、できる時にできる人はそれしたらええし、うん、無理やらんと思ったらやめたらええし、何が一番大事かって自分の体が資本やねん、自分倒れたら子供生活できへんねんからさ、うん、まあ、なコメントに書けてたら無責任に書いてるやつ多いわ、あんな見とったら、うん、ほんまにそこまでしとんのかよって思うわ、うん、大体ね、ハンドルネームで文字だけで無責任なこと書くやつ、大体できてへんやつが多いね、うん、な、うん、自分ができてへんから人にこういうこと押し付けたり、一緒にいるのは大体そういうやつは姑になって自分の嫁いびりして嫌われるババアなんで、そんなやつなっちゃんそう思うはい、うん、そう、今日熱中症やっとってんだから、まあ、キッチンには立つなってできるだけ、うん、火を使うなって、火使って煮物した、煮物で焼き物すると、もう特に夏なんて煮物必要ないわ、そんなもん、うん、だから熱使うでしょ、だ火使う、そこでグツグツ茹でる、ほんで湿度も出るやん、ほんで湿気も高くなる、温度と湿気一気に高くなるから、人間ね少々温度高くっても湿気が少なかったらしんどくないんよ、湿度がしんどいね、でも焼き物煮物しとったらやっぱり水気飛ぶやん、でそれが湿度になるんよ、うん、だからそれも考えとったら料理にね、そんな夏場に力入れてるのは意味ない、うん、火使わんでもさ美味しいもん作れるやん、できるだけ、ね、そうしたらどう、うん、って言うとらあっちゃんもね火使うとるけどね、レンチンしたらいいよって教えてもらって、ね、確かにそうやなと思って、できるだけレンチンを活用した方がいいわと思ってこれからもそうしていこう、うん、もっともっと手抜こう、うん、手抜いていいね、みんなも手抜こうね、うん、いいのいいので、今日はね、20日やからね、手抜くも何もうなぎの日簡単にできるしね、うん、昨日うなぎ買ってきたるし、うん、今日はね、今日行こうか思うんだけど、今日行ったら売り切れとったりもう混んだりするから、どっちみち1日前も売ってるしね、売り出し大体1日前からやるし、で今日行って昨日行ってきたんよだから、うん、今日はまあ夜はうな重にして、
昼は何食べようかな。もう子供も帰ってくるけどね、昼間にね。何しようかな。まあなんか適度にしましょう。うん。もう暑いもん。はい、ということで、明日から、もうこの動画上がる今日から、大体全国的に夏休みが始まると思うね。まあ東北の方までやと思うんだけど、もうそろそろ夏休みが始まるんで、ね、まあ子供ちゃんもおって、いっぱいご飯もやらなあかんけどもね、お母さん手抜きましょうね。うん、ね、子供もね、もう休みやから子供ちゃんを見てるかな、見てるんやったらね、できるだけお母ちゃんの手伝いをしてあげてくださいね。お母ちゃん大変やねんで、ね、うん。だからね、みんなでお母ちゃんのお手伝いして、うん、お母ちゃん倒れたら大変やで、ね、ね、うん、だから手伝いしてあげましょうね。はい、ということでね、おっちゃんもキッチンにエアコンつけたいわ。つうか、あれにしたい、ワンフロアなんちの、ダイニングキッチンにしたいね。アイランドキッチンにしたいね。アイランドキッチンの方がしたらね、匂いとか、やっぱり部屋の温度とかがまたなかなか下がらへんかもわからんけどね、それはそれで対策してね、リフォームしたいなと思ってんね。まあそんなこんなで、そのためにもね、動画頑張ってこれからもやっていきたいと思います。あ、頑張ったかね、頑張らずに楽しんでいきたいと思います。はい、ということで今日もね、また定期ライブもするし、いろいろして楽しみたいと思います。でこの動画があるのは土曜日、21日土曜日やからね、もうそろそろ夏休みが入っていろいろね、ね、なんだかんだ町の、ね、夏祭りがあったりとかね、いろいろ花火大会があったりとかもね、でまたプールもね、そろそろ盛んなってきて、プールも行きたくなったりするしね、まあ、楽しく、ね、楽しく楽しく、夏休みを過ごしてください。ね、学生さんたち夏休みはめ外しすぎないようにね、楽しくいい思い出作ってくださいね。はい、ということで今日のあっちゃんの朝ごはんこの辺で終わりにしたいと思います。はい、まあ、なんか進撃の巨人見とったからさ、でも3時間ぐらい寝たね。3時に寝て、3時ちょっと前に寝て、で、6時ちょっと前に起きたから、まあ、約3時間、うん、で昨日おとついからね、6時間7時間寝ろって3時間やったら、やっぱり寝舞台ね。やっぱり、うん、2時間3時間生活は体に良くないわ、うん、やっぱりいっぱい寝ましょう。はい、午前、夏休みやしね、これからねちょっともうゆっくり寝られるし、まあね、うん、ゆるくゆるく過ごしましょう。ではまたね、バイバイ。今日のあっちゃんの朝ごはん良かったよと思ってくれたら高評価を、また応援コメントとかね、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。今日も一日よろしくね。夏休みの初日、いい日でありますように。